リニアのトンネル工事をめぐり、JR 東海は工事によって県外に流出した大井川の水を上流にある田代ダムの取水を抑えることで賄う案を示しています。この案について JR 東海はダムを管理する東電側との協議が大筋でまとまり、個別に説明に回った大井川流域の10市町からも賛同を得られたと発表しました。 公表された案では、JR 東海が県外への流出量を1週間単位で測定して東電側に報告し、東電側は測定された翌週にダムの取水抑制を開始するとしています。また、流出量に対し取水抑制量が足りない場合は、翌々週以降に抑制量を増やして調整するということです。JR 東海はこの案について、 流域市町などで作る大井川利水関係協議会の了解を得たい考えで。事務局を務める県に協議会の速やかな開催を求めています。島田市の染谷市長はリニア問題の進展に大きな期待を寄せました。うん、できるだけ早くにですね。えー、まあ、利水関係者の。 ご理解が得られて、ご同意が得られるように、私も期待しているところであります。信頼を得て、そして誠実な態度でですねデータをお示しいただきながら、大丈夫だよと、そして万が一の時にはこのように保証しますよということを、しっかりとご説明いただくということが、やはり流域にとって一番大事なことなのかなというふうに思います。 大井川の水問題、前に進み始めていますけれども西原さん、知事は生態系への影響それから工事で出る残土への指摘を行っていますけれども着工まではまだ時間がかかりそうという見通しでしょうか。 流れとして県が言ってた全量戻しというものに対して田代田村湾でなんとかなりますよってことが、まあ、もうすでに全部流域回ってますからね JR が。でそれを早く流域に正式に説明会を県でやってくださいっていうのが、まあ、今あの染谷市長が言ってましたけども,もう地元は早く結論を持っていきたいと。 でも一方で、今おっしゃったように残土の問題とか生態系の問題っていうのは。あのハードルとしてあるんですが、実はあそこは静岡市の土地でもあるんですね。うん、全部。で、あ、失礼、あれはじゅうざんさんって会社のものなんだけど。でも、その静岡市の範疇ですから、静岡市の南波市長が。新しい組織とか、まあ人的な補強も含めて、かなり積極的にこれから関与してきますんで、まあ、そういった流れを。 下流域としては、うん、できるだけ早く結論を出して前に進んでいくというような気持ちで見守っているというふうなことだとだ思います引き続き周辺流域市町への丁寧な説明そして迅速な議論で前へ進めていってほしいと思います。